起業の苦しい部分を暴露してしまいます。これを見ないで起業しない方がいいですよ。こんにちは、三浦弘樹です。今日はですね、起業して、私自身ですね今、7年、目になりますが、苦労した、苦しい部分について、暴露していこうと思っております。 Facebook 見たりとか情報発信してる人っていいことしか言わないですよね。なんかこういったね、素敵なところでご飯食べてますとかね、あたかもね完璧にねもう常に成功しているっていう風にですね装っているっていうのはね、どうなのかなと思いますけれども、装っているっていう風に見えますよね。僕自身はやっぱこういろいろこう波があるわけでありまして、そういったね今まで経験した苦しかった部分をですね今日は暴露していきたいなというふうに思っております。苦しい部分、パート1ということなんですけれども、納税ですね。納税、でやっぱりこうステージが変わるごとに納税の額も変わっていきます。これはね、僕自身があんまりね良くなかったんですけれども、こう売り上げをね上げるとかね、そういうのはかなりフォーカスをして、ビジネスとかね今までやってきたんですけど、この守りの部分がね、正直甘かったなっていうふうにですね思っております。でこのね納税のタイミングとかで結構ね大変だなっていうかピンチっていうのはねありました。納税っていう部分はすごくね一個のキーワードとして、覚えておいていただければなというふうに思います。で、2つ目なんですけど、会社への借金、です。これどういったことかと言いますとですね、僕は、ほぼね一人起業家なので、今はねスタッフの方いますけれども、ずっとですね一人起業家でやってましたので、別に社員とかねいるわけではないんですね。税金のとこねちゃんと税理士さんとかね毎月打ち合わせとかねしたりとか、ちゃんと話しておけばねよかったんですけど、今はねちゃんとやるようにしたんですけれども、当時全然ねもうやってなかったです。会社での借金ってどういうことかっていうと、会社、僕の会社がありますと、三浦弘樹がありますで、その会社と、僕、一人起業家なんで、一緒だと思ったんですね。一緒、一人起業家だったら一緒ですよね。ただ、その税務上は一緒ではない。会社は会社、三浦弘樹は三浦弘樹で、三浦弘樹にこのねフロントイノベーションっていう会社なんですけどから給料が出るみたいなね役員報酬が出るっていう、そういったものなんですが、一緒だと思ってるんでこれは経費になるだろうって思って、会社のねクレジットとかで切るわけじゃないですか。でそうすると、経費にならないものもありますよっていうことですね。自分は経費になるっていうふうにですね、思っていたりとか、例えば分かりやすい例ですとこのお洋服ですね。お洋服、僕はこれ YouTube を撮影するための、ユニフォームとしてねやってますけれども、これもう経費にならないんですね。でそうすると自分は経費になると思ってるから、会社のクレジットで切るわけじゃないですか。だけど経費になりませんっていうふうにですね、否認をされると結局僕は個人で買ったことになってしまって、じゃあこの服が、20万だとしましょう。20万で会社のクレジットで切るとですね、自分は会社の経費で、この服を買ったと思っても、三浦弘樹の個人のですね要は出費になっているんですね。つまり20万円の会社にね借金をしているっていう、そういった状態になってしまいました。でこれがその税理士さんとねしっかり打ち合わせしていればねもっと早くね解決できたんですけど、そこに気が付くまでにね5年ぐらいかかってしまいましたので、その借金がね相当溜まっていたということで、今僕は会社に 1,000 万円ぐらい借金をしているっていうね、なんかそういう状態になってしまっているってことなんですね。なので全部まずね経費になるっていうふうにね思ったら、大間違いということですね。で3つ目のポイントということで、失敗の方が多いってことですね。うまくいくことのが少ないです、正直。でどんだけ狙いすましてこれは絶対いけると思ったものが失敗します。本当に失敗の方が多い。その失敗のサイクルをですねいかに改善させていくかっていうのが、非常にね大切になってきますので、失敗大前提でねとにかくもうこの回転をねしっかりとねやっていくってことなので、そのね行動のスピードっていうのは本当に大切になってきますと。ことですね。はい、で4番目として、収入がね安定しないってことですね。売り上げが安定しないってことですね。いい月もあればね悪い月もあります。なので、そこがね普通の、サラリーマンの方会社員の方とはやっぱり大きな違いなんですね。なのでそういったところもね、しっかりと見据えながらですね、こうなるのは仕方ないと思うんでこういうふうにねやっぱり上げていくっていうことをね意識しないといけないです。なので、低いところでこういうふうにやっていたらですねいずれこうなってしまいますんでこういうふうに上げていくっていうですね、そういったイメージを持っていただければなというふうに思います。はい、であとはそうですね、スタッフ問題と自分の規模感がね、出てきた時にやっぱり一人の限界っていうのがあるので、スタッフとかね、雇っていく必要っていうのがね、あなたも絶対にどこかのタイミングでありますけれどもスタッフを教育していくっていうところが非常に大切になってくるんですね。で、最近ありましたけれども、半年で500万円ぐらいかな。500万円ぐらい教育費にですね、投資して育っていた、本当にかわいい、スタッフさんがですね、独立起業をしていったので、またゼロからそこの学び代はね、どこに行ってしまったんだっていうぐらいね、そういったこともあります。それはね仕方はないことだと思いますけど、それはね僕の中でもね苦しかったことなので、そういったことはね絶対にやっぱりあなたのステージが上がっていく上ではですね、ぶつかる壁だと思いますんで、是非ですね今回の、僕のいろいろな苦しかったのをね赤裸々にお話をさせていただきましたけれども、是非ですね参考にしていただければなというふうに思っております。はい、で私のですね YouTube では、こういったですねビジネスに役立つ情報っていうのをねどんどん配信していきますので、ぜひですねチャンネル登録っていうのをお願いします。またですねグッド評価だったりとかコメントもお願いします。説明欄の方にはですね体系立ててビジネスを学べるですね無料のオンライン講座がございますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは今日は以上となります。ありがとうございました。